それではただいまより定例記者会見を始めます。はい、まず、今日のお花でございますけれども、橙色はラナンキュラスト、青色はエリンジウム、ピンクのような花はこれはストックですね、その3つの花が飾られております。発表項目は5つございます。まず1つ目ですけれども、浜松と結ぶ静岡空港リムジンタクシーの運行開始についてです。3月1日日曜日から開始されます。これは県西部地域と富士山静岡空港間の交通アクセスの改善を図るために導入する予約制の乗り合いタクシーです。浜松市の中区、東区、南区を運行エリアとしております。人口が密集している地域だということでございます。運行方法は航空機の出発時間に合わせ、ご自宅や会社などから浜松市東区役所を経由いたしまして、ジャンボタクシーで富士山静岡空港にお送りするものでございます。福岡につきましても航空機の到着に合わせて同様の方法で運行をいたします。浜松市街地と空港を約60分で直接に結び、運賃は片道1人当たり1500円。あ、これ安いですね。安価、便利、快適、この3つを提供するという理念で運行されます。運行エリア外の方でも JR 浜松駅など運行エリア内までお越しいただければ、この乗り合いタクシーを利用することができます。富士山静岡空港は去る1月28日から天津線の定期便化に続きまして、平成27年夏ダイヤにおける福岡線のダイヤ改善、上海、武漢線のデイリー化など路線の充実が図られてきております。静岡空港リムジンタクシーの導入によりまして、さらに身近となる県西部地域の多くの皆様に空港をご利用いただきたいと思います。2つ目は、平成27年8月に、モンゴルとの交流を一層拡大するため、工業農牧業省との経済分野に関する覚書の調印1周年を記念いたしまして、派遣する県民訪問団、とともに私もモンゴルを訪問することといたしまして、目下日程を調整しているところであります。日程、また工程などにつきましては詳細で決まり次第ご案内を申し上げます。3つ目は、嬉しいニュースでございますが、イワング氏が大韓民国の国務総理、首相に就任されました。静岡県が友好提携を締結する韓国チョンチョン南道の前の知事さんでございます。私、平成21年7月に知事に就任したんですが、その月に、空港に来られたイワングさんと意気投合いたしまして、でそして、その友情関係がやがてチョンチョン南道との友好提携になったわけですけれども、イワングさんはその年の12月に突然辞任されました。当時のイ・ミョンバク大統領が首都機能を、現在の、政庁の特別市に、移転するというのをキャンセルされまして、それに抗議されて、辞任されたんですが、その後私ども、大百済店に参りました時にも、その大百済店をプヨで行われたんですけども、これを企画されていたのも実はイワングさんでした。そしてまたその後、思いもかけぬ、大病を患われまして、で私平成24年でしたかね、韓国に行った時にどうしてもお見舞いをしたいと、でも会える状態じゃないとおっしゃったわけです。でそれで、じゃあ電話ででも韓国に来ているのでお前申し上げると言いましたところ、私が出ていくということで、もうほとんど這うような形でらしたんですけれども、ソウルの市内にお越しになって、でしかも私だけをご夫妻が歓待していただいてですね、まあ、通訳が一人ついてましたけども、で私がもうおいとまするときにはもう倒れるような感じだったんですね。非常にきついなと思ったんですけれども、まあ、その友情には心から感じ入りました。顔月が来ているのでどうしても会いたいと、自分からご馳走してお送りしたいというふうに言われましてですね、その
岩口さんが病気を克服されて国会議員に、なられて、でそして、相当高い地位に就かれまして、何でしたかね、党内党院内代表というのに就かれたんですね。でそして今回首相に任命されられたということになりまして、もう、私韓国に行く機会がもしありましたらば、もうぜひイワング先生と休校を定めたく、またお祝い申し上げたいというふうに思っております。大変に本県がお世話になっている方でございまして、ドルノゴビ県のガンホヤク知事、あるいは現在の浙江省の書記の加宝龍先生ですね、もう会えば簡単相手出すような感じになっておりますけれども、韓国におけるあえて親友と言っていいくらい信頼し合っているのがイワングさんで、首相になられたことをもう心からお祝い申し上げ喜んでいる次第でございます。4つ目のお発表項目は愛の歌短歌コンテストの入賞作品決定および表彰式特別定壇の開催についてであります。先の会見でもお知らせいたしましたが、出会いから子育てまでのそれぞれの印象的な場面や感情を表現した短歌愛の歌のコンテストの入賞作品が決定いたしました。そこで3月7日に審査員を務めてくださった田浦真知さんと田中明義さんをお招きして、表彰式とこの2人から私がお話を聞く3者の提談を行います。作品は3月7日の表彰式にて発表するのでご期待をください。とてもいい作品が選ばれています。ジュニアの部は小学生5年生から高校3年生までの方の家族への感謝や初々しい恋を歌った歌が数多く入賞いたしました。一般の部は24歳から94歳までの方の子育ての経験を歌った歌が多く入賞いたしました。定壇におきましては審査員の歌人である両先生に作品に関するご感想や審査過程とのエピソードなど伺います。入賞作品に込められた家族や恋人との信頼関係を築くことの喜び、そのかけがえのなさ、これらに共感していただいて、子育ては尊い仕事という理念の普及と社会全体で子育てを応援する機運の醸成を図ってまいりたいと思っております。短歌という日本古来の文化を用いて行った今回の取り組みは、家族を持つことや子育ての尊さに必ず存在する、まあ、一種のおかしさといいますか、これを情緒的に県民に訴えることができるということでございます。まあ、本県独自の取り組みで今後も継続していこうというふうに思っている次第です。ちなみに、この田中明さん、静岡丸ごと川柳という5本が出ましたね。2015年2月23日富士山の日に徳間書店から出ております。でこれはもう富士山の絵が描いておりますが、もう静岡これが日本一だとかですね、富士山型ナンバープレートだとか、たまたまいろいろありますが、そうですね、とてもいい楽しい川柳がたくさんございます。また回しますのでよろしければ、それから、4つ目の最後はですね、2月28日に、上映が開始される幕が上がるについてであります。富士市のフィルムコミッション NPO 法人フィルムコミッション富士が全面的に支援し、撮影の大半が静岡県内で行われた映画幕が上がるが、2月28日土曜日から県内の6劇場をはじめ全国の劇場で公開されます。原作は著名な作家平田オルザ氏の幕が上がるという、これ講談社から出されたもので1300円、いつ出たんでしょうか、2012年11月7日、もう、3年前ですね、ほどですけど、私これ読みましたけれども感動的です。まあ、最初は流し読みでやったんですけれども、この、作品それ自体はもうすでに、
多くの人は知ってるかもしれませんけれども、高校生が演劇をするその過程を描いてるんですけども、その演劇をする演劇はです。で、銀河鉄道の夜、ジョバンニ、カンパルネラなどが出てくるわけですが、その銀河鉄道のいくつかのこのパラグラフといいますか、あの部分をですね、平田織さんが解釈してるといいますか、それが素晴らしいんですよ。で、これはもうあの映画を見ると同時に、もうぜひこの原作をですね、高校生の諸君に読んでいただきたいというふうに思う次第です。監督は本広勝幸監督で、踊る捜査線の有名な監督さんですね。本広さんはですね、これ読んで感動して自分の最高の作品をこれに書けると言ってやりましたね。私も感動したんですけども、彼も同じように感動されて、何としてでもこれをやりたいということだったんですが、ロケが富士市を中心に東部地域で行われました。で、実際はこれ北関東が舞台になってるんですけども、映画は高校生の演劇部の成長を描いておりまして、その舞台となる高校は旧伊原高校などいくつかの県立高校の施設が使用されました。また函南町文化ホールや学南鉄道、またスパック舞台芸術公園でも撮影が行われ、スパックの宮城監督や俳優が出演されているそうです。それからまた主演は桃色クローバー Z で、メンバーの桃田加奈子さん、浜松市出身です。県内の高校演劇部の生徒もエキストラとして協力されて、合計13校約160名の生徒さんが協力しています。ロケ地として使われた学年鉄道は、電車の映画の公開を記念して公開記念切符の発売、と特別に装飾した幕が上がる号の運行を3月31日まで、実施して、います。で、ちなみに本県のでのロケの決め手になったのは、本広監督は食べ物が美味しいからだと言われておりましたが、さすがに芸術家は舌も肥えてるなと、思いましたが、したがって美味しいものを食べてですね、ロケにも力が入ったと、いうことでしょう。私もぜひこの原作も読みましたけれども、その出演者がその最初は素人っぽいのがだんだんと実力を上げていくと、これはその人ご自身の成長過程でもあるとのことでですね、どういう作品に仕上がっているのか、鑑賞しに参る予定でございます。発表項目は、あ、どうしたの、何なんですか、あ、冷やすがん患者どう、あ、この間大臣にお目にかかりに、どうぞ。なんか興奮の動きですありがとうございます。それでは資料の方をお受けします。はい、交通機関部長の野地でございます。今資料の方を掲させていただきましたけれども、東浦環状道路の件につきまして一つご報告をさせていただきます。本日国土交通省から平成27年度の予算に向けました新規事業採択時評価の手続きに、東浦環状道路、西区間でございます沼津岡宮から足高間、これは仮称のインターチェンジ名でございますが、2.6km の間、これにつきまして、その手続きに着手したということで発表がございました。これは当府間が、平成27年度の新規事業採択の候補箇所に選定されたということを意味しておりまして、事業化に向けてはですね、大きい前進になったというふうに考えております。東浦環状道路沼津岡宮インターチェンジ伊勢府間、全体で 7.9km ございますが、これまでも関係省と一緒にですね、国の新規事業化について働きかけてきたものでございます。今月の16日には川勝知事自ら沼津市長をはじめとする関係の
首長の皆様と一緒に、太田国土交通大臣に、面会されまして、来年度の新規事業化について働きかけをさせていただいたところでございます。国や中部地方整備局のご理解ご配慮をいただきましたこと、また国会議員をはじめとし、またの地元市長ほか関係の皆様のですね、ご支援 ご努力いただきまして、大変心から感謝申し上げたいと思います。残りの下川から沼津市原までの区間につきましても、新規事業化されるよう引き続き県としては国に働きてまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。いやいや、どうもどうも、誠に吉報、が、この時間に何時に発表になったんですか。先ほど選挙区の方から2時半前に電話連絡いただきました。ははそして知事宛てにですね、事業化することについていかにという意見紹介をですね、今ちょうどいただいたところでございまして。そうですか、どうもありがとうございました。大変嬉しい、驚きでございます。先週ですね、16日、大口、公明党国会議員さんと、それから勝俣自民党の国会議員さんがご同行していただきまして、私と沼津市長、神奈美町長、伊豆の国市長、伊豆市長、そして、富士市の副市長さん、そしてまたうちの野次君と、一緒に太田大臣にお目にかかって、大変、友好的な雰囲気で、大体お聞きいただいたという感じがあってですね、しかしもともと信頼し合っているので、そういう感じだけかと思ったんですが、もう実際にこれいくらぐらいですかね。この、全体で 7.9 キロメートルは概算で800億を予定しているんですが、今回の 2.6 キロメートルということになりますと230億230億ですか、はい、これはもう本当に嬉しいですね。でこれは沼津からこの下川を経て原町に及ぶものでありまして、で原町の新しい可能性をもこれによって開けるという希望が出てきました。で下川まで行きますれば、この、東名の下川スマートインターが間もなくできますね。でそして、そこを下ると、沼津市立病院とか出られるわけですね。なるほど、これ、で真下から今度はそのままもう東の環状道路に出られるということになりますので、もうこれは本当に太田大臣に対しまして心から御礼を申し上げたく存じます。本当にありがとうございました。それから、大口さんと、勝俣さん、この両議員先生に対しても本音をいただきましたことを厚く御礼を申し上げます。祝杯をあげたい気分でございます。ありがとうございました。どうも時間ありがとうございました。それでは幹事社を代表しまして静岡大臣も続きです。よろしくお願いします。今の発表内容について、質問がありましたら、お願いします。では特にないようでしたらまたございましたら後ほど改めて、それでは代表質問でよろしいでしょうか。はい、では幹事社の方から代表質問させていただきます。よろしくお願いします。教育長の人事に関する、案件であります。先日、安倍教育長が退任の意向を示されました。で、知事は対立している、これまで対立しているのは、教育委員会とではなく教育長とも発言されていましたが、安倍教育長が退任されることについてのまずは所感をお聞かせください。それから、本日の議運で、新しい制度の下での、教育長に、高木敬三さんを充てる人事案が、報告されました。教育の世界に身を置かれていた高木さんを今回選任された経過、それから高木さんに対する期待はどのようなものをお持ちになられているのかをお答えください。ご質問ありがとうございました。安倍教育長5年間お勤めになり、この4月から教育委員会が総合教育会議というものになって生まれ変わるというこのことをきっかけにして、退陣されるということでございました。
安倍さんもそうですけれども、まあ、歴代の教育長というのはいずれも人柄は素晴らしい方たちで、安倍さんもその中で抜きんでて人柄のいい方でした。でそして、教育にとても熱心で、かつどんな時も前向きで、くじけそうになるような事態が起こっても常に、教育の事務のトップとして、前向きに、ことに当たるということを通して、教育事務所の事務局の職員を鼓舞されていたというのが印象に残っております。教育界長く高校を中心に引っ張ってこられて、で今回この組織が大きく生まれ変わるという時に退かれるというのはご立派な決断であったと思う次第です。で2つ目の質問につきましては、これは今回今日ですね、議運に、議案の案件を提出して、それを受け入れていただいたという段階で、これは同意人事でもございますものですから、したがって、この案件につきましては明日私が議員の先生方に、提案理由を提案内容をご説明申し上げるということで、今回はこれ以上のことについての発言を控えさせていただきます。議会の場でじゃあご説明いただける形を取る。そうですね、明日、全ての一般質問が終わった後に、この議案についてご審議賜るということです。幹事社からは以上です。その他もしくはこれに関して質問あればお願いします。石原さん。すみません、中日新聞の石原です。詳細のことについては機会の方で先に説明をされるということなので、この場で伺えないかもしれないんですけれども、一点これまで安倍教育長まで歴代の教育長がずっと教員出身者であり、教員出身者が基本一人を除いて教員出身者、残る一人も検討局の出身者だったというふうに伺ってます。今回提案されている方は教員以外の分野からの出身になるんですけれども、教員以外の方が、教育長になる意義ということをどのように考えているかということを教えていただけたらありがたいんですけれども、今まで教育委員会というのは教育委員長と教育長というのが存在し、教育委員長が全体の代表であると建前は、しかし事務を預かる教育長が全体を仕切ると、また議会でも教育長が答弁に立つということがございまして、一体どこに説明責任があるのか不明なところがあって、これは日本全体の問題で新教育長が任命されることになったということですね。で新教育長というのは教育委員長と教育長を合わせたものということでございます。言ってみれば静岡県における文部科学大臣のような存在であります。で、静岡県には高校以下の中学小学校の義務教育だけでなくて、幼稚園保育園、さらに、保育園はもちろん厚生労働省の管轄ではありますけれども、今認定幼稚園というのもできており、認定子ども園というのもできておりまして、子どもの教育に、文科省も関わるということでございますが、さらに大学大学院、それから社会人教育等と、非常に教育というのは、障害学習という言葉がありますように、生きる障害を学習する学ぶと、生きることを学ぶことだということでですね、広い教育機関全体について通用している人が望ましいということですね。でもちろん何といっても教育界のトップですから、高潔な人格者でなければなりません。高潔な人格者であっても教育界について素人であっても困るということがあります。それから大学大学院あるいは高校でもですね、非常に優れた少年少女がいますので、やはり学問、高い学問をあるいは学問的素養というものをお持ちの方で
ある必要があります。それからまたグローバル時代に即した形で、教育界のトップというのは国際性を持つ人でなければならないとも思います。そんなわけでですね、高潔性、人格の高潔性、教育に対する専門性、また学問的素養、国際性といったようなものがこれからの社会総係、地域総組の教育界のトップに要求せられる要件になるというふうには思っております。ありがとうございました。急に上がりましたよ。レディーファーストでいきましょうか。じゃあ横井さんからどうぞ。読売新聞の横井です。よろしくお願いします。今日安倍教育長が本会議の方で、願いや思いは同じでも方法や手法で見解を異にすることがあったというご答弁されましたけれども、知事はこれどのような思いで聞かれていたのか教えていただけますか。はい、富士山という優れた目標を志し、こうしたものを受け止めてくれる存在がありますが、登り口はたくさんありますし、登り方も様々です。まあ、そういう、こととして受け止めておりました。でそれぞれみんな一生懸命される。特に安倍教育長は何事によらず前向きで、かつ一生懸命に、ことに当たられるというお人柄でありまして、その方面においては私も、負けるつもりはありませんけども、私の歩んできた教育の世界と、安倍教育長のそれとは異なりますから、おのずと違った見解も持つということですね。まあ、特に、文部科学省と、教育委員会との関係と、県教育委員会との関係と、いうのは、県教育委員会と市長の教育委員会との関係に似ていまして、文部科学省が県の教育委員会に指導をする、あるいは指示をなさると。で同じように県の教育委員会が市町に対してそういう立場に、立つということですね。しかし私はかねてより地方創生といいますか、地域の自立というのがこれからの日本に必要であると思っておりまして、文部科学省というものはお金は出されても、要介するなと、要介する必要は、要介するのは好ましくないという意見をかねてより持っておりまして、まあ、四半世紀にわたってそういう見解を持っております。まあ、そういう意味でですね、今地方創生がようやく日本の課題になり、地方創生は日本の創生だとまで、その担当大臣が言われるまでになりました。でその根本は、私は教育における地方創生でなければならないと。でそして本年はパクス徳川の平和というものを見直すときにあたりまして、それを開かれた徳川家康公は勉強されました。天台宗を天海さんから学ぶ、あるいは臨済宗を子供の時にこちらの和尚さんに、また為政者になられてからも維新崇伝、あるいは何と言いましたか、なんとか大将となりましたね、大きく、とかですね、今のあるいは、その林羅山のような朱子学者をも登用すると、いうことがございました。でまた山崎杏さんのようなですね、そういう存在をも、これは少し後の時代ですけれども、これは神道に関わる学問ですけれども、こうしたものも許容する社会を作られたんですね。ですから学問に対して自由だったと思います。でそれは非常に大切なことで、キリスト教に対してだけは厳しい意見をお持ちだったようではありますけれども、その当時のキリスト教世界というのは旧教と新教が血で血を争う、まあ、宗教戦争をやっている時代でございましたので、それに対しまして、いわゆる、天台の本学論といいますか、いわゆる彼の旗印に書かれてございます、オンリーエド、言語浄土と
というのは、これは原神の往生要集の基本的な考え方であります。そういう意味では、その当時の日本における学問をですね、非常に大事にされていたということであります。統制をしてないんですね。だから藩校もあちこちにできましたけれども、これもまたそれぞれ自由に学問をしていたわけであります。後に松平定信が関西医学の禁というのをしますけれども、この時に至るまでですね、学問的な自由というのは保障せられていたと思いますが、そういう時代に戻るべきだというふうに思っているわけです。文部科学省の近代日本を作り上げるための洋学を学んで、そしてマスターして向こうに太刀打ちできるような時代というのは終わったというふうに思っておりまして、それが地方創生の根本だということでありますので、中堅八高であってはならないということですね。秋田県は素晴らしいけれども、我々は自主独立してですね、地域の、良さをよく守り、よく知り、忘れないで、地域を良くすると学んで生きることは学ぶこと、学んでできれば人のために世のために、働くと、働くことを通して人の役に立つと、そのためにやはりよく知ってないといかんということでですね、それは北海道のことを知るよりも静岡県のことをよく学ぶと、静岡県のことを北海道との比較において学ぶということであって、北海道から沖縄までですね、みんな同じようなことをですね学んでて、金太郎飴のようなですね人間を作ってもしょうがないと、まあ、いうふうに思っておりまして、学力テストなどはそういうものの一環ですね。で、今はもうグローバルなスタンダードにどう、地域の工夫で上げていくかと、まあ、いうことが求められている時代でありまして、そういう意味ではですね、ここにおける文部科学省との立ち位置の違いというのは、安倍君に関わらず、静岡県あるいは日本全国の教育委員会と私との立ち位置の違いというのはあったと思います。知事から教育長へのねぎらいの言葉が聞けて安心されている方も多いと思うんですけれども、これまでその対立しているとおっしゃっていたわけですけれども、今日もって知事の好きな言葉でノーサイドというふうに表現させていただいても大丈夫でしょうか。ああ、いい言葉を使われましたね。で、私は安倍教育長もですね、まあしょっちゅう県知事室に入られて意見を交換しているわけです。人として信頼しているわけですが、ただ教育の事務のトップとして仕切られるその仕事があるわけですね。これに対しましては、それぞれ意見を交わすと、これはとても大切なことです。で、それをできた相手です。で、私は特に安倍教育長さんの前の遠藤教育長、その前の、鈴木義彦教育長、その前の杉田教育長、またさらに遡れば正田教育長と、もうそれぞれに個人的信仰がありまして、教育長が立派な仕事をですね、それぞれの個性に応じた形でなさっておられたということをよく知っております。安倍さんはそういう高校の校長先生を経験して、教育長になるという、これまでの、まあ、最後の教育長として立派な足跡を残されたというふうに思っておりまして、おそらく安倍君ご自身も、確実が何か人間的にですね、その安倍徹氏を、こう批判するということでなくて、教育行政に対して違う意見があったということですね。それは先ほど申しました文部科学省との立ち位置の違いということにつきます。クジラクさん。読売新聞のクジラクです。ノースライドの長い話に恐縮なんですが、静岡市長選について今のところ現職のみが、立候補に表明しております。ただ徐々にその選挙戦のが色濃くなってきておりますけれども、仮に選挙戦があった場合ですね、どういった点を、争点にして、戦うべきであるとまず知事を考えていらっしゃいますかというのが1点とですね、あと2点目、以前から特定候補を応援されないというのがまた知事の政治信条だと思いますけれども、仮に選挙戦だった場合、その考えにもお考えはございませんかというのが2点目です。よろしくお願いします。まず2点目からお答えいたしますと、横井さんが先ほど言われたようにノーサイド、またあるいは別の
で言えばオールサイドですね、地域のために尽くされる方を、応援するということが大切で、どれだかを特定な政党だとかによってですね選ぶ、私自身が関与するということはないということです。主権は選挙民にあるということでございますので、これはもう変わりません。で、静岡市はですね、この市長選とともに県議選もありますね。で、県議選の選挙区は7選挙区あるんじゃないでしょうか。静岡3区、3区のうち2区が、3分の2が無投票の状態じゃないでしょうか。もうこれはもう非常に憂うべきことだと。まあ、全体33の選挙区のうち、13の現時点では無投票のところがあるような形になってますが、そのうち7つが、半分以上がですね政令市です。で、浜松だと7つの選挙区のうち5つが無投票の状態になってますね。だから県議が何してるんですかということがあるんじゃないでしょうか。で、今日たまたま静岡市議ご出身で現在県議をお務めになっている、深澤県議と逢坂県議が質問に立たれたんですけど、もう中身はもう全く市長に言うべき、市長に聞くべき事柄です。ですから、これは私が答えてももちろんいいんですが、市と県とのこの二重行政というものがですね、この質問に如実に表れていたと思います。で、まあ、現市長も、それから現市長浜松も静岡もそうですけれども、特別自治市を目指すということで二重行政を廃するということでございますが、これについてですね、やっぱりどういう道筋を持ってやるのだということは、まあ、現市長から聞きたいと思ってたんですね。第三次計画も、まあ、これは拝読しましたけれども、まあ、そこに特別自治市の討論が出てこないということです。だから二重行政を廃さなくちゃならないと。大阪における住民投票が行われますけれども、これも大阪市と大阪府の二次行政を廃する試みとして全国の注目を浴びているわけで、我々はあれは大都市で200数十万以上の都市でしかできない、投稿することもできません。だから本県においては80万70万の、政令市ですから、それはできないんですけれども、しかし特別自治という形ではできますね。で、どういうふうに考えを持ってらっしゃるのかと、両氏から聞きたいと思ったんですよ。ですから、これを聞くためには無投票では具合が悪いというふうに思っておりまして、まあ、まだ表明されていないので何とも言えませんけれども、浜松市におきましても静岡市におきましても、これまでの4年間、あるいは、浜松市長さんにとっては8年になるんでしょうか、それをですね総括して、で、そして、やり残したことは何か、で、それから、謙虚に反省していただいてですね、で、そしてそれをどういうふうにしようとしていくのか、また新しい時代に即応した形で自分は何をしようとされているのか、こういうことを明確に言われる必要があって、その時に対立候補などがありますと、余計にその主張が明確になるということがありますので、だから選挙にですね出ない人が静岡市、浜松市に多いと、県議選、市長選において、これ自体が問題だというふうに思っておりまして、争点はさまざまあると思いますけれども、まあ、これはマニフェストや、あるいは公約やなんかで、皆さんがなされ言われて、それが争点になると、まあ、いうことで、私の方からは特段申し上げる筋ではありませんが、特別自治についてだけはですね、両市長が私を密室に閉じ込めて、で、まあ、合い口をつける方、それ賛成か反対かと言われたら、私が賛成と言って、で、それ、についてはあ発言がないので、極めて奇妙であるというふうには思っております。ありがとうございます。他はございますか。特になければ、じゃあ以上をもちまして、関係が終わります。ありがとうございました。